って旅をしてこの辺か。おはようございます、トム近藤です。いやー、今日撮影する予定なかったんですけど、彼女が今用事で実家に帰ってて、その彼女から急にめっちゃ落ち込んだ電話かかってきたんですよ。僕の車を貸して、まあ実家に一回戻ってるんですけど、その実家の駐車場に駐車する際に車思いっきりすっちゃったみたいな電話かかってきて、まあ、僕としては相手が人とか、まあ誰かのものじゃなければまあ大丈夫で、全然大丈夫なんですけど、あっちゃんからすれば僕の車なんで、ものすごい反省してるんですよ。このまま実家での用事が終わって激内の状態で家に戻ってくると思うんですけど、そんな彼女をちょっと元気づけるためにね、ちょっと冷蔵庫であり合わせで彼女の大好物を作って、少しでも元気になってもらいたいということでですね、ちょっとめちゃくちゃバタバタなんですけど、では本日も一日よろしくお願いします。すいません、すいません、すいません。はい、はい、すいません。あんまり材料なかったんですけど、ちょっと彼女がオムライス好きなんでね、オムライス作っていこうと思います。よいしょよいしょ。おお、はい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 。チチ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 、包丁包丁包丁。いい感じなのか、これは。よいしょ、ちょっと。とりあえずケチャップライスは OK ですね。うん、次。チーズ。あらー、入りすぎたー。もうめちゃくちゃ入りすぎたできた。名付けて車ぶつけちゃってドンマイオムライスもはやオムライスがドンマイな感じになっているけど実際すげえ落ち込んでくると思うんで、ちょっとこのドンマイオムライスをね、出してね、ちょっと元気づけてあげようと思いますじゃあちょっとレンジに隠しておきます。
帰り。気にすんなよ気にすんなよ、ちゃんな。まあ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 気にすんなって、気にすんなって、ちゃん。座って座って、はいはいはい、髪あるけど気にしないで、まあ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 。めっちゃ人気出せよ。ライス作ってくれたの。そう、めちゃくちゃ落ち込んで帰ってくると思ってるから、大好物を持って待ってて、とりあえず元気になってもらおうっていう作戦です。怒ってないの？え？怒ってないの？まあ、俺もたまにぶつけるし、ね。怒りしだな。怒りしだな。ありがとう。ごめんなさい。すごい、こいちゃん作ってくれたの？そうだよ、正式名称は車ぶつけちゃってドンマイオムライスだ。ぶつけたのに施しまで受けて私は。よりナーボスになるのやめて。お茶でも持ってくるよ。先輩、お茶ぐらい私が用意します。すいません、別にお茶ぐらい用意させてください。すいません、別にいいや。ちょっと食べてくれよ。ありがとう、いただきます。みえこもよりちゃってよ、こいちゃんさん。暑いでな。こんなことしてると思わんかった。もうめっちゃ怒られると思った。怒らへんよ。そんなお前こらーっつって。そんな堂々と思ったら逃げられるかと思った。いただきます。はい、いってくれ。うん、おいしい。ほんとに？うん、え、すごいおいしい。天才じゃん。マジ？うん、全然自信なくってさ。え、美味しい美味しい。あ、本当？ありがとう。よかったよ、あちゃん。マジカリしててよかった。ありがとう。まあ、そういうわけでですね、本日の動画は以上になります。すいませんでした。ターボを気につけまして申し訳ないです。というわけで、皆さん事故等にはお気をつけくださいませ。はい、はい、それではまた次回、バイ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 。ごめんなさい。